忍者 ZX-10R のエンジンを積んだ大型ドローンの浮上試験が成功したニュースを知っている？今回はその大型ドローンをピックアップ。川崎一番の記事から。川崎重工はハイブリッドシステムの成立性を確認することを主な目的に大型ハイブリッドドローンの浮上試験を実施した。その結果浮上に成功したのだが、その立役者となったのがなんと忍者 ZX-10R のエンジンだ。この大型ドローンは全長約7メートル、全幅約5メートル、全高約2メートルで200キロ以上の貨物を搭載でき、航続距離は100キロメートル以上。そして動力に忍者 ZX-10R のエンジン3基が使用され、その発電電力で8基のモータープロペラを駆動するという仕組み。その大きさと輸送量から川崎重工は空飛ぶ軽トラと呼ぶ。ヘリコプターでは経済的に困難な近中距離の中量物資輸送をリーズナブルに利用できる手段の一つとして構想され、ヘリコプターと小型ドローンの中間を担う位置づけだという。なお川崎の航空宇宙システムカンパニーと技術開発本部の協力を得て、モーターサイクル&エンジンカンパニーが機体構想検討から設計・製作まで担当完了させた。まだ浮上に成功した段階だが、もし運用されることになれば、例えばヘリコプターでは入り込めないような場所へリーズナブルに十分な量の救援物資を運ぶといったことも可能になるのかもしれない。そしてその動力に忍者 ZX-10R のエンジンが使用されることはライダーにとっても感慨深い。続報にも注目したい。エンジンはこれだ。空飛ぶ軽トラに採用されたのは忍者 ZX-10R のエンジン3基。忍者 ZX-10R はスーパーバイク世界選手権といったスプリントレース、24時間耐久レースでも世界チャンピオンを獲得と、その性能の高さは証明済みだ。スーパースポーツ人気やプロダクションレースへの参戦を見据え、2004年に初代が誕生した忍者 ZX-10R。 ライダーたちにも人気車種となっている一台だ。以上が記事の内容。ここからは試験になる。今回は国防ネタや軍事ネタではないが、応用次第では軍事用途でも活躍することが可能ではないかということと、私自身がバイク好きであるため取り上げることにした。実は川崎は今回のドローンより以前、スーパーチャージャー搭載の H2R のエンジンを使用した無人ヘリを開発していた。今回のものはより実用的で、200キロの重量物を100キロメートル運搬することが可能というもので、量産化に成功すれば山間部での工事用物資の運搬や離島への医薬品の配送など活躍する場面は多いと思う。 ZX-10R は俗にスーパースポーツというジャンルのバイクで、約200馬力もの出力があり、これを3基搭載ということは約600馬力に達する。そのパワーで発電した電力で8基のモーターを駆動するというものらしいが、おそらくとてつもない発電能力を発揮するのだろう。仮に自衛隊が使用すると考えれば、能力的には前線基地への物資輸送に最適ではと思えるが、使用するエンジンがスポーツバイク用のものを3基ともなれば、発する騒音は相当なものとなるはずで、一切の隠密行動は期待できそうにない。ただし隠密行動の必要のない災害派遣等の現場では、孤立した場所への救援物資の輸送などには
活躍できるだろう。川崎重工といえば、先の大戦時に三式戦闘機飛燕を製造、戦後はチヌークの前身ともいえる大型ヘリバートルの製造、直近では P-1 哨戒機の開発に携わっており、名実ともに軍事企業と言ってよい。バイクに至ってはホンダ、ヤマハ、スズキとともに世界中で愛され続ける一流メーカーである。このドローンが量産にこぎつけた場合には、ぜひとも自衛隊で採用できるようなモデルの開発にも取り組んでいただきたいものである。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、これ落下したらえらいことになるな、プロペラ戦闘機のエンジンみたいな星型エンジンにしてほしいな、わら、マルチローターのヘリコプターじゃん、今時エンジンで飛行とか笑うわ、バッテリーはすぐ切れるからな、有人ヘリコプターじゃダメなの、コストがかかるからね、無人機なら燃料代と減価償却でよい、バイクのエンジンを積む意味がわからない、忍者のエンジン流用されすぎだろう、軽トラに乗せたのかと思った、忍者だけにドローンってか、知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。